はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフジです。ウィニングポスト8の続きですね。今回は2012年をプレイしていきたいと思います。でまず馬の状況から見ていきましょう。まずは、パワちゃんキルデア、まあ、シリウスステークスぐらいか、重賞勝ってるのは。ちょっとあれかな、もしかして結構厳しい年になるのかもしれない予感がしますね。とりあえず G1 の出走の予定決まっているものはなさそうですので、フェブラリーステークスまで進めます。まだなんといってもダービー取ってませんからね。ダービーね、取れるように頑張っていきたいと思いますが、フェブラリーステークスの2、パワーちゃんキルデア出走になります。見ていきましょう。3番人気に置かれてますね。1番人気はフリーオーソ、2番人気は、マコトス・パルビエロ、ちょっと知らない馬ですね。さあ何度か3番人気覆して1番にね、一番最初に入ってきてほしい。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追いくらで先頭はエイシンモアオーバー。どこだエイシンモアオーバー、先頭どこだどこだ。2番手はフリーオーソ、あー大外にいるな。残り200メートル、ちょっと追い込んでも間に合わなそうだな。必死に追いすがります。厳しい。2番手はオールマイスターフリーオーソ。フリーオーソ、まあ伸びてはいますけどね。フリーオーソやりました。地方の意地が中央馬をねじ伏せました。ちょっと大敗という感じですね。8着か。次の G1 出る馬はというと、とりあえずはいないわけだな。となると4月のですね、まあ2週目、桜花賞が行われるであろう、週まで進めましょう。お、桜花賞に2頭出ますね。4番人気と6番人気に押されていますね、それぞれ。1番人気の方はというと、ジェンティルか。まあそりゃそうだよな。まあ最強牝馬とね、言われたジェンティルドンナ相手にどんな戦い見せてくれるか。真っ白な白装束の勝負服。4コーナーをカーブして、どこにいる？さあこれからです。
ここで先頭はビルシーナ、ビルシーナ先頭、2番手はジェンティルドンナ。もうジェンティルドンナいいとこにいる。やはりジェンティルドンナ強いな。ジェンティル強い。ジェンティルドンナ角を一気に突き切ります。2番手はビルシーナ、ジェンティルドンナ。ジェンティル強い。段違いの強さです。ジェンティルドンナ1着、2着はパワーチャンピアル。パワーチャンピアルがね、まあ2着に入ってはくれましたけど、圧倒的な強さです。ジェンティル強い。これは多少の不利じゃ全くね影響ないほどの強さですね。まあオークスの方には出ましょう。さあ皐月賞の方にはパワーチャンアクトが出ます。1番人気ですね。1番人気はというとゴールドシップは 10.9 倍、ワールドエースか。うわー大外か。18番に入ってますね。まあ対抗はワールドエース、ゴールドシップ、まあ、この辺りがね、まあライバルということになると思うんですけど、18番、4コーナーをカーブして、さあこれがまくってこい。ここで先頭変わりました。さあまくってこい。先頭はソウルキャッチ。さあ行け。パワーチャンアクト。パワーチャンアクト行け。そのまま行け。よし。よし。パワーチャンアクト1着。パワーチャンアクト完勝。パワーチャンアクト1着。2着はワールドエース。見事に勝ちました。パワーチャンアクト、ワールドエース。2着止まり。いいですね、しかし、なんとか面目を保ちました。非常にいい、形で勝ちましたね。3着にゴールドシップかな。そうですね、1着アクト、2着ワールドエース、3番に、3着にゴールドシップですね。大外からだったんで厳しいかなと思ったんですけどね、うまく、走ってくれました。パワーチャンアクトが実装が日本ダービーですね、そしてパワーチャンギャルがオークスの方に行きますと、タフネスの方がビクトリアマイルということで、5月の3週目ビクトリアマイルまで進めましょうと思ったんですけど、その前に種付けがありますね。種付け、していきましょう。まあ、ステイでいいでしょう。ここはステイゴールド。ディープインパクトはいっぱいか。パワーチャンシグナル？ああ、待機シャトルかな、ここは。ビクトリアピザはいっぱいね。
マーリーナ種付け量50万っていうのがちょっと不安材料ではありますけどね。基本的にはもう配合評価重視で、つけていきたいと思います。それにまあ爆発力とかをまあ加味してね、つけていければと思います。ジャーニーとかいましたね。カンパニーつけますか。はい、こんなとこでいいでしょう。意味あるのかな。さあ、ビクトリーマイルですね。パワーちゃんタフネス出走になります。7番人気か。マルセリーナ、レインボーダリア、この辺りが対抗というかね、ライバルになりますかね。有力馬というところです。さあ、直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はドナウブルー、ドナウブルー先頭。2番手は平身リターンズ、中段か。抜け出せないか、先頭だ。抜け出せないか、伸びてこい、伸びてこい。あー、ダメか。6着、7着、7着あたりかというところですね。ホエールキャプチャー安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。勝ったのはアドマイアセプター。7着ですかね。パオちゃんタフネスの方は7番人気で7着という結果でビクトリアマイル終えています。変わってオークス見ていきましょう。オークスはね、もう絶対王者、桜花賞完璧に勝ったジェンテルドンナ相手に、パワちゃんギャル桜花賞2着馬がね、どんな走りをしてくれるか、絶対人気の一番人気はジェンティルドンナ。ただ大外18に入ってますね。ちょっと期待しながらレースを見ましょう。今回はジェンティルドンナがどんなレース運びをするかね、見ていきたいと思います。最強牝馬ジェンティルドンナ、オークスだけでも勝ちたい。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。絶対王者のジェンティルドンナは岩田康成18番に入ってます。さあ、最後は大外枠のジェンティルドンナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはスノーウィーク、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスノーウィーク行きました。続いて前へ行くのはアイムユアーズ、さらにはメルシーナ、ジェンティルドンナも前目で行くな。その後ろ
もう一度先頭から見ていきましょう。もうちょっと後ろ目で行ってくれるとね、並んで13番展開的にはいいんですけどね。この馬もこのグループ、すぐ後ろにエアフォーチュン、その外からレーズ太陽、赤の帽子パワーチャンハウス、その後ろジェンティルドンナと馬を合わせても勝ち目はないですからね。一番人気のジェンティルドンナ、現在馬群の中ほどにつけています。すごくいいところにいるな。では前の方から見てみましょう。アイムユアーズ先手を取りました。キャトルフィーユ、それに続いていますエアフォーチュン、すぐ後ろその隣にビルシーナ、少し離れてレーズ太陽、続いています。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。すぐ後ろにパワーチャンハウス、その隣にブラッシュシグナル、ピンクの帽子ジェンティルドンナ、いい位置につけました。白の帽子いい位置にいるね。パワーチャンギャル、その後ろ、その横にスイートキャリー、もうちょっと後ろにいてくれると期待もあるんだけどな。その隣にミッドサマーケア、もう上がっていくもんね。ブレイブストリート、それに続いていますゴールドディーバイン、すぐ後ろ、この辺りで各馬大ケヤキの向こう側を通過。前はアイムユアーズ、アイムユアーズ、さらにリードを広げ、いいとこいるね。キャトルフィーユ、ほとんど差がありません。間を挟んでパワーチャンギャル、3番手アイムユアーズ、先頭差はほとんどありません。2番手はキャトルフィーユ、さあパワーチャンギャル出てこい。パワーチャンハウス、パワーチャンギャル出てこい。1回になった。アイムユアーズ先頭、あと 200m、 いい足だ。ジェンテルドンナ、ついてけついてけ。パワーチャンギャル、さあダメか。パワーチャンギャル、ジェンテルドンナ、ジェンテルドンナ強いな。ジェンテルドンナ1着、2着はパワーチャンギャル、ジェンテルドンナ、牝馬2冠達成。 あとは周華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。ジェンテル強い。ただね、そんな中頑張ってくれましたね。ギャルもハウスも2着3着と、いうことで頑張ってくれました。秋の秋華賞で、一矢報いましょう。さあ一方パワーチャンアクトはダービーになります。さあ一番人気に押されたパワーチャンアクト、ちなみにですね、ゴールドシップ、ディープブリーランテ、ワールドエース、ジャスタウェイ、この辺りが対抗になりそうですね。見ていきましょう。さあ悲願のダービー取ることができるか。まあ、距離がね、少し適正距離の2200に対して2400ということで、まあ、200メートルあるんですけど、さあ頑張ってくれ。どこにいる？ここからが勝負。パワーチャンアクト、どこだ？ディープブリランテ、いるいる。サバ3馬身、わあ、ちょっと伸びてこないか。どうした？レールドインパクト、レールドインパクト、必殺アクト。このサバ、ああ、ダメか。うわあ。パワーチャンアクト、まだ後ろ。アクトは伸びないなぁ。レールドインパクト、差し切った。レールドインパクト、1着。レールドインパクト、1着。パワーチャンアクトは完敗。ゴールドシップ。なんとびっくり、勝ったのはベールドインパクト。これには場内もどよめいています。残念ながらダービーは完敗ですね。パワーチャンアクト、残念、完敗というところです。さあ、気を取り直して種付けをしていきましょう。
馬情報を見ていくとですね、次は6月4日の宝塚記念までなさそうですね。まあ帝王賞もありますので6月の3週目まで見ていきましょうか。パワーチャンアクトね、無念の戦いというところでしたけども、パワーチャンアクトはですね、これ菊花賞に向かうというのはナンセンスなので天皇賞に行きましょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はイエローパーティーロールオブザダイス、先頭あと 200m ロールオブザダイス先頭だ。しかし頑張れ、させロールオブザダイスダメか、3着までだな。マコトスパルビエロ1着、2着にはどうやらロールオブザダイス、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはマコトスパルビエロ。宝塚記念も見ていきましょうね。13番人気か、エイジンフラッシュ、オールフェね、この辺りはエイジンフラッシュ、オールフェーブル中心に、展開していくでしょう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は名勝までとエイシンフラッシュ、先頭あと 200m エイシンフラッシュ先頭だ、エイシンフラッシュ先頭、トレイルブレイザー、あれオールズルクルは届かないね。エイシンフラッシュ1着、2着にはどうやらマイネルカウンター、安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。勝ったのはエイシンフラッシュ。なんかオルウェーブルのね、圧倒的な強さっていうのがなんかちょっとなかなか見れなくて、それはそれで残念ですね。一方ジェンティルドンノはもう圧巻の強さなんですけど、なんかあるのかな。お守りをくれた、ゴールドのお守りとか欲しいな。どうせだったら贅沢ですか。パーチャンクト実装は天皇賞秋ですね。うん、いよいよ天皇賞秋行こう。パーチャンギャルは秋華賞で、パワーチャンメドは天皇賞ね。天山ハウスも秋華賞いいでしょう。というわけで、10月の3週目の秋華賞を見ていきましょうか。残念ながら秋華賞にね
出れるような距離適正の馬がいませんので、中華賞ではなんとかジェンティルドンナに一泡吹かせたい。オークス2着3着に入った、パワちゃんコンビがね、なんとか差し込んでくれるといいんですけどね。1番人気はジェンティルですね。ベルシーナ2番人気、3番人気と5番人気にそれぞれギャルとハウスが入っています。さあ一周報いよう。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はアイムユアーズ、残り 200m、 先頭はさあいい足入ってきたぞ、残り 200m、 ビルシーナ、いい足入ってきた、パオチャンピオン、どうだどうだ、ジェンティルドンナ、よしパオチャンピオン、パオチャンピオン1着、2着にはどうやらジェンティルドンナ見事に勝ちました。パオチャンピオン、ジェンティルドンナ2着止まり、しかしなんとか目元を保ちました。いやジェンティル倒しましたね。最後の一冠秋華賞はパワちゃんギャルが取りました。ジェンティルドンナを倒してのこの秋華賞はね、本当に大きいですよ。さあ天皇賞秋には、3頭それと JBC レディースクラシックの方にも、送り込んでます。今回はだから4頭出ますか、今週は G1 の方に。お守りが地味に増えてきますね。5番人気に押されているパワちゃんレイブンの JBC レディースクラシック見ていきましょう。第4コーナーをカーブして、さあどこにいる、直線コースに入りました。うどうだ、前が詰まってるか、さあ上がってこい、残り200m、 さあ上がってこい、一気にコーナーが押さえかかってきた、どうだ、先頭はミラクルレジェンド、させ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 、パワちゃんイレブン1着、2着にはどうやらミラクルレジェンド、いい勝負だったな。勝ったのはパワちゃんイレブン、ほんと最後のね、一刺しいい競馬だったと思います。さあこの勢いまんまにですね、天皇賞の方も勝ってほしいな。4番5番8番人気と、3頭送り出しています。まず1番人気はエイシンフラッシュ、ヒルノダムール、まあ、この辺りがね有力馬ですね。ただ、まあ、絶対王者っていうようなね馬、まあ、いませんからね。ジェンティルしかり、オルフェしかりいませんから、まあね、勝機は十分にあると思います。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はパワちゃん天山、パワちゃん天山、パワちゃん天山、後続の足パワちゃん天山、いい足してるよ。手は防線上段、あと 200m、 パワちゃん天山刺されるのか、先頭だ天山、あー刺されたか、フリモダムール、エイシンフラッシュ、あー3着までかな、1着、2着にはどうやらエイシンフラッシュ見事に勝ちました。人気通りですかね、エイシンフラッシュ、2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。1番人気2番人気がね入選してますね。ただパワちゃんアクトがね
3着に入ってくれてます、サツキ賞馬。次はジャパンカップかな、一番近いのが、ジャパンカップですね。11月の4週、いや待って、エリザベスに出ますか、パワーちゃんハウスが12月の2週のエリザベスの方に出走予定です。ヘルシーなジェンティルドンナか、秋華賞ではパワちゃんギャルがジェンティルドンナに、まあ、先着、まあね、秋華賞を取ることができましたけども、パワちゃんハウスはまだジェンティルドンナに勝ったことありませんからね。4コーナーをカーブして、さあこれからです、最後の追い比べ、先頭はアグネス・ワレス。ただいい足してるよ、先頭、さあ伸びてこい、先頭はアグネス・ワレス、連れて伸びてきたのはジェンティル・ドンナ、メイク・デュール、先頭どうだ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 、ジェンティル・ドンナ3頭ほぼ同時の優先です。これは大混戦、大激戦になりました。大激戦のゴール前、体勢はちょっと厳しいか、これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。ちょっとパーチャンハウスは3着確定かというとこですね。1着はジェンティルですね。ジャパンカップの方にパワーちゃんギャルが出走ですね。パワーちゃんギャルはなんといっても絶対、王者名品ジェンティルドンナに秋華賞で勝ってますからね。5番人気、1番人気はオルフェか、オルフェーブルにここ勝とう。オルフェーブルに勝とう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。 ここで先頭はソルミア、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい、2番手は当選だ、手応えは悪くありません、前を捉えられるか、オルフェーブルいい足だ、ここから勝負をかけます、当選だ、抜けるオルフェーブル、オルフェーブル、もう一伸び、オルフェーブル強いな、オルフェーブル、これは強い勝ち方、はどうやら当選だ、オルフェーブル1番人気に応える見事な G1 勝利です。この勝ちは強い勝ち方だね、大外一騎。パーチャンギャルはまあちょっとね、世界の強豪の前に完敗ですね。さあ建設できるものあればしときますか。6億円かけて、花壇を作って、置くか。牧草にしようかな。
故障しにくくするっていうのね、結構重要ですもんね。さあ、チャンピオンズカップの方には、2頭ですね。イレブンギルティア。チャンピオンズカップはまだ多分取ったことないはずですね。パワーちゃん牧場では。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はクリオーソ、しかし後続のアシードもなかなかいい、ね、2番手はクラシックティーターン、残り 200m クリオーソ先頭だ、残り 100m ランフォルセ抜けた、2番手はクラシックティーターン、先頭はランフォルセ、1着でゴール、ランフォルセ1着、2着は微妙です。鞍上してやったり、 G1 の大舞台で長身相撲を遺憾なく発揮しました。勝ったのはランフォルセ。レコードか、しかも。まあ、ここは出走しときましょう。ジュベナイルフィリーズの方にパワちゃんカットか。ここでもし勝つようなことがあればね、来年の、三冠、桜花賞、オークス、秋華賞、このあたりがね、狙えるので、楽しみですね。一番人気に押されてます、パーチャンカット。いいですね。ここは勝ってほしい。オークスもまだ、パーチャン牧場の方では勝ったことがありませんから、オークスに向けて、パワちゃんカットが阪神ジュベナイルフィリーズを取る。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあどこだ、ムースモード、ちょっと前が詰まってるか。先頭2番手はスイートスケール、追いすがります。パワちゃんカット、パワちゃんカット、パワちゃんカット、残り200m、どうだどうだ、先頭はパワちゃんカット、パワちゃんカット、突き放せ、レアーズさ、突き放せ、やはり強い、パワちゃんカット、パワちゃんカット、安心の、まあ、あのレース運びでしたね。2着にはどうやらレアーズさ、パワちゃんカット、一番人気に応える見事な G1 勝利です。これは桜花賞楽しみですね。後でパワちゃんカットの距離適正、見ておきたいと思います。お、残念ながら朝日杯フューチャリティステークスに出れるような馬は今回はいなかったか。パワちゃんキャットの取り、距離適正は2300までありますからね、これはちょっと期待できますね。さあ有馬記念ですね、パワちゃんギャル、なんとかジャパンカップの借りを返してほしい。8番人気と12番人気というところで、まあ、ちょっと人気はね、薄めなんですけども、期待して見守りましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。誰だ？ジャスタウェイ、あと 200m、一気に後続が抑えかかってきた。これは強い。2番手は当選だ、オルフェーブル、今ゴール。圧倒的だな、オルフェーブル。オルフェーブル1着、2着はパワーチャンピアル、オルフェーブル。パワーチャンピアル2着に入ったんだ。肩を寄せ付けない圧倒的な強さです。レコード、有馬記念レコードで勝ったか。はあ。
はい、というわけで今回は2012年ですね、牝馬戦ではチェンティルドンナ、ダービーではゴールドシップと激突すると、まあ、あとはねコバではやっぱりオルフェーブルというところと戦ってきました2012年、ダービーは取れませんでしたけども、まあ、桜花賞、皐月賞というところは、まあ、制覇することができました。2013年こそはね、ダービー、オークス取れるように頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまで、また次回もよろしくお願いします。